を開始します。想定の範囲内です。ネシシ、ビクトリリーン教官、あなたと出会えてよかったです。いえ、思えば最初はあのような出会いでしたけど。後にパートナーとして、それから教官と生徒として、あなたはずっと私のことを見守り続けてくれました。ユーナさんたちと出会い、お姉ちゃんミリアムさんの思いにも触れることで、人として生まれなかった私も少しは人らしくなれたと思うんです。だから本当にありがとうございます。教えてもらいたいことがたくさんたくさんあります。あなたやミリアムさんたちの未来を何としても切り開くためにも、明日の戦い必ず乗り越えましょう。私も精一杯サポートしますから。
リーン、ありがとう、誘ってくれて嬉しかった。ううん、こんな時間をもう一度あなたと持てるなんて思わなかったできれば普通のタイミングで来られたらよかったんだろうけど、そんな後悔がどうでもいいくらい、なんだか今満たされてしまって、だから本当にありがとう。
リーンさん、今更になりますけど本当にありがとうございました。リーンさんたちと共にあることで、私は自分なりの魔女、姉とも祖母とも母とも違う魔女のあり方を見出せたと思います。まだまだこれから、未だ一人前には程遠いですけど、でも信じています。リーンさんたちと明日を乗り越え、本当の意味での一人前になれると、世界を終わらせることなく、あなたと共にあれる未来を開けるって。はい。あの、リーン教官、ちょっとだけいいですか？帝国に来て7組に入れたこと、今更だけど本当に良かったです。教官や分校のみんな、97の皆さんと過ごして改めて思えるようになりましたから、私もクロスベル人として
この人たちみたいに誇り高くありたいって。私も全力で明日を乗り越えます。その先にあるものをつかむためにも。だから教官も最後まで絶対諦めずに前を向いてくださいね。魚が集まってるな。それかかったいい感じだな。まずまずだな。
リーンさん、本当にありがとうございました。思えば家族揃ってお世話になってばかりだと思って、私はエリゼとリーンさんに何度助けてもらったか分かりませんし、セドリックは2年前のコーマ城において、お兄様は光まとう翼の力として、お母様も解放していただきましたし、お父様の手術もなんとか成功しました。私もリーンさんとエリゼに会えたことを何よりも女神に感謝しています。どうか明日を乗り越えてください。エリゼのためにも、あなたのことが大好きな私たち家族のためにも、そしてセドリックのこと、どうかよろしくお願いします。占いの前ようこそ。
うふふ、あなたたちの幸運を祈っているわ。兄様、私兄様の妹でよかったです。明日には戦争が始まり、世界がどうなるかもわからない。兄様だってどうなるか。でも不思議なほど怖さはないんです。私もカレイジャス2に乗りますし、兄弟として心がつながっているのを兄様の戦いのそばで感じられますから。
リーン、そなたに感謝を。夜の熱気に当てられたとでも思うがよい。だがこの長い旅を通じて、私はそなたと共に成長できたと思う。剣士としてだけではなく、揺るぎない意志を示そうとあり続ける一人の人間としても。その昔、フィーやモニカと和解し縁を深められたこともそうだったが、父上を乗り越え取り戻せたのもその証であると思っているのだ。恐れることは何もない。共に行くとしよう。七組の道を切り開く総翼として。参りましょうか。
リーン教官、一つ謝らせてください。出会ったばかりの頃、エリゼ先輩から聞いていたとはいえ、教官のことはどこか駒として見定めていた自分がいました。旧国の若き英雄、灰色の騎士、その出生と最小閣下との関係も含め計算してしまっていたんです。はい、2ヶ月前の演習地の夜の時点ですでになっていたと思いますが、あの時の言葉が今どうしようもなく実感できてしまう自分がいる。千の陽炎が始まる前夜なのに、不思議とそれほど怖くないんです。ですからありがとうございました。それから本当に申し訳ありません。
これより八王一刀流奥義伝承の試しを執り行う。なれの名は。なれの求めたる方は。彼は我、我は彼。何時剣の指揮に至らんがため、自らを無とせしめんか。ならば示してみせよ、己が行き着く先のひらめきを。汝自身を乗り越えることによりて。いざ始めるがよい。八王の頂き、剣聖へ至る試しを。滅びよ。マイル。行くぞ。ヒギ、ウラハヤテ。はぁ、ホロビー。行くぞ。うなれ。うおー、螺旋劇。よし、掴んだ。行くぞ。万物ルーテン、無は有にして、有はまた無なり。うん、見事だ。勝負あり。勝者、リーン・シバルサリーン・シュバルツはここに八王一刀流オーデンを授ける。これより先は剣聖を名乗るがよい。己が弟子を取ることも自由とする。
リーン、今までありがとう。思えば君たちには、特に君にはみっともないところを見せてきたわね。でも君たちと共にあることで私自身も成長できたと思う。教官としても遊撃士としても一人の人間としてもね。明日は頑張りましょう。この先も共に成長するためにも。いや、君たちは私より若いんだから、何としてもちゃんと戻らないとね。Thank you.